ちゃこんにちは。さゆたかさん、はい、山川穂高選手が、まあ、ソフトバンク入りが決まったというところで、はい、じゃあ人的保障、西武はソフトバンクから誰をもらうかという予想をしたいと思います。これプロテクトするのも大変だよね。特にソフトバンクね、はもうプロテクトしたい選手ばかりというか、うん、いやこれ相当痛手だよ。あ、いやいい選手を取っていかれるもん。まあそうですよね。それはピッチャーにしたってさ、はい、まあ俺の見解では武田とか、はい、まあ尾形とか杉山、うんうん、大野、はい、笠谷、はい、笠谷が外れちゃう。おーおお、あそっか、笠間球太投手も外れるんですね。でキャッチャーとしたら、はい、俺の中では渡辺陸、海野で迷、あの海野で迷ったんだけど、渡辺陸をプロテクトして海野選手。そうなってくると峰とかがまあ外れるし、海野が外れるしみたいな。峰選手、海野選手、牧原選手、吉田選手、キャッチャーとしては外れると。で内野手としたら、まあ川瀬が外れちゃうんだよね。そうか。で野村大樹、リチャードも外れる。なるほど。で外野手としたら、はい、正木が外れちゃうっていう。外しますか。外しちゃいますかっていうか外さなきゃしょうがない。いやそら、まあまあ、そうか、そら外せないかもわかんないけど、28名でしかただちょっとこうポジションがコンちゃんが入ったことによって、まあ、出番がなくなるというかね、はい、だからまあそういった意味では非常にあれかなって思うよね。ちなみに外野手って他、正木選手の他に誰を外しました？生見、うん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 、まあ、今年ちょっと使われてたね、はい、とかやっぱ外れちゃうんだよね。そうか。だってお前近藤、中村、柳田、栗原、柳町、これはプロテクトするでしょ。しますね。中村晃選手もそうだし、そうなってくるとやっぱ全体的なバランスを考えると、はい、やっぱちょっと外れちゃうんだよね。なるほど。で風間球太、はい、これも外れちゃうんだよ。まあこれは駆け引きあって、うん、まあちょっと故障とかいろいろあるし、だからまあ取りにくいんじゃないかなっていう西武は。で西武っていうのはピッチャーいるかなっていうふうに。ただ杉山っていうのがめちゃくちゃ速いんだよね、ボールが。はい、これ外してるのか、プロテクト、うん、だから外れちゃうんだよ。そっか、だから駆け引きですよね。西武はピッチャーがいるから、うん、やっぱり野手を取っていくんじゃないかと考えて。そうだな、野手を多めにプロテクト。そうなってくると、うん、リチャードなんか魅力的だよね。三塁手がいないから。ああ、そっか、うん、サードがいないし、まあ、リチャードファーストもできるだろうし、はい、で川瀬っていうのがちょっと外れちゃうかなっていう。ただ今宮が全試合ちょっと無理だなと思ったら川瀬プロテクトしとかなきゃしょうがないかなっていうふうにも思うし。そう、悩みどこですね。そこシュート外せないでしょ。いや絶対無理です、絶対無理です。なあ、あの足考えるとね、うん、無理ですよね。いや、そうなってくるとすごくちょっと痛手をこむるなっていう。じゃあ今豊さんがこの今挙げた選手なんかをプロテクトから外しました。じゃあ西武はどの選手を人的で持っていくのか。川瀬っていうのが俺は魅力的なんだよね、はい、だからこれなぜかというと川瀬っていうのはすごく今年バッティングが成長したんだよね、うん、でこれ成長盛りなんだよ。そうなってくると川瀬をセカンドに入れて、うん、殿崎をサードに持ってくるっていう構想も あると思うんだよね。殿崎選手をサードコンバートっていう形ですか。もうありうるし、まあ、川瀬がそのままサードに入ってもいいという、うんうん、まあ、こういうことも考えられるんだよね。なるほど。それかもう大物が欲しいっていうんだったら、大物っていうか長打が打てるバッターが欲しいっていうんだったら、まあ、リチャードなんか魅力的だよね。いや、そうですよね、うん、だから投手でも投手杉山ってなるとやっぱ欲しいぞ。あの力はね、ただまとまりがないけどもね、はい、だからそこをどう考えるかっていうことはあるけども、もしかして数年後に、まあ、ポスティングなのか何なのか分かんないですけど、メジャーリーグに行くかもしれない投手いるじゃないですか。高橋光成投手行きたいって言ってるので、はいはい、で投手がいなくなると考えると、もしかすると投手行っときたいとか。まあそうだな。でもまあ中継ぎもね、欲しいって言えば武田とか
実績のあるめちゃめちゃあるじゃないですか実績、うん、いやだからそうか、それ考えるとな、ちょっとじゃあ絞る選手をピックアップ、まあ、ピッチャーで言えば杉山だな、うん、あ杉山選手、うん、はい杉山、はい、まあキャッチャーで言えば海野、うん、か、うん、もう渡辺出さないと思うんだけどな、うーんそうですよ、うん、で内野手で言えば川瀬選手、あとリチャード選手、うん、リチャード、はい、で外野は正木、はい、あ今ね 1,2,3 5名ピックアップされました、はい、そっから1人ずつ消していきましょう、まあ、キャッチャーは、うん、俺はあの小賀とかね、うんうん、成長するからキャッチャーいらない、いらない、はいはい、で外野手もいらない、まあ、出てきてますもんね、出てきてる、うん、だからやっぱこう手薄なのがちょっと内野手かなっていうことを考えると今3名に絞られました、うん、杉山投手、川瀬選手、うん、リチャード選手、おやっぱ爆発力欲しいな、うん、そうなんです今ね、そうなんですよ、でもソフトバンクに川瀬を抜かれると痛いなって思うと、はい、川瀬取る可能性があるよな、そパンチ力っていうことよりも、うん、やっぱり今宮が、うん、あの全試合っていうのはちょっと無理になってきてるから、いやだからその代わりを川瀬が補ってたんだよね、だそれ考えるとソフトバンクに嫌がらせをするんだったら川瀬を取る、でも自分のところだけを考えるとリチャード、うん、そうですよね、うん、どっち、私リチャードですね、今大砲って、まあ、山川選手出ちゃった、まあ、そうだおかわり君が年齢的なものがある、うん、森選手いない、うん、だから爆発力を出したいんだったらリチャードだな、うん、じゃあ川瀬外そうそしたらリチャードと杉山だけになって、そうです、この2択に絞られてきたんですよ、でも野球はピッチャーだからなまあそうなんですけど、うん、今西武ってどうなんですか、ピッチャー欲しいのか内野手欲しいのか、ピッチャーはね今年ね竹内取ったでしょ、はい、うん、だからそんなにはいらないと思うんだよね、やっぱ手薄なのは内野、そうですね、急防ですよね、うん、でサードっていうことを考えると、うん、リチャードがハマるんだよ、うん、でファーストでもいいっていうことを考えると、そうですね、リチャードで確かにっていうことになってくるような気はするなということは豊さんの本命はリチャード選手、まあ、確かにソフトバンクだと使われたりこれまで使われなかったりとかで、あの下でものすごいいい成績ずっと取ってるんですよ、ホームラン王だからな、はい、ずっと、だからそう考えると、うん、あリチャードっていう線は、逆にそのリチャード選手はもう一軍のサードスタメンで出られるっていう確率っていうのは少ないんですか、来シーズン、これは我慢するしかないよね、でソフトバンクっていうのはやっぱりこうずっと優勝狙ってるしさ、でもう優勝が絶対条件でしょ、うん、そしたら栗原とかまた来シーズン戻ってくるだろうし、そうですよね、まあ、それを使い続けるとしたらさ、はい、あまあリチャードが浮くかなっていうような感じがするよね、あれ、まあ、さ井上選手はサード、まあ、サードでもいい、でもそうですね、サードでもいい、で栗原を外野に戻すかもわからないし、ですよね、だからで考えるとやっぱりリチャード選手がまた下でタイトルって形になっちゃうんですよ、まあ、まあ可能性はあるよね、うん、だからそうだな、うん、まあ、将来性というか実用な選手が欲しいけどな、笹川っていうのも、はい、あの魅力はあるんだよね、外野で、なるほど、ギータ2世って言われてるんだよ、でもギータがいなくならない限りはちょっと厳しいですね、いやでもやっぱギータも DH の可能性も高くなってきてるし、あ、そうだ、うん、まあ、そうなってくると来シーズンから小久保監督が使い出すかもわからない、プロテクトから外してますよ、いやだから外さなきゃ外さなきゃいけないんだよ、そうか、うん、だから将来性を取るか、うん、もう即戦っていう、まあリチャードもちょっともうね即戦力っていうにはもうちょっと慣れが必要だし、うん、はい、でも杉山っていうのは即戦力なんだよね、ああそうか、でもし佐々木選手っていうとこれからの選手ってことですね、そうだね、将来性だ、将来性ですよね、どっちを優先するんだろう、西武は、でも即戦力ですかね、将来性ですかね、今すぐです、やっぱ得点力を上げなきゃいけないっていうことを考えると、うん、やっぱリチャードかな
いやそう外せないですよね。そうだな、うん、待たなくてもいい、うん、でも西武にも将来性を持ってる選手っていうのはたくさんいると思うし、はい、だから来季やっぱファーストもサードもできるというふうに考えるとやっぱリチャードの線が強いかなっていうのは気がするね。決まりでいいですか豊さん的には。じゃあうん、あ杉山も魅力だけどな、うん、ため息出ちゃったまあそのぐらいやっぱ有望な選手がプロテクトできない状況にあるということだよね。それぐらいいい選手がいるってことですもんね、はいはい、さあ皆さんが考える、まあ、人的保障西武、まあ、ソフトバンクではね誰が漏れてるか分かんないですけれども西武は一体どの選手を人的保障で獲得するのか、はいはい、皆さんのコメントもありましたらぜひコメント欄に書いてください。はい。